カフェステラと死神の蝶。うん、お風呂だって一緒に入ってたしね。当たり前だよ。そうだね。昴生君、それって…いやいや、ありがとう昴生君。昴生君が説得してくれたんだってね。のぞみが本当の巫女になるように。ああ、僕は嬉しいよ。うちの神社もこれで安泰だね。違うもん、私巫女になんてならないよ。今年だけの限定なの。勝手に拡大解釈しないで。でもこれがきっかけで神社の仕事に興味を持ってくれたら可能性は上がるよ。上がりません。釣れないな。もうお父さんは怪我してるんだから安静にしてて。いや、お父さんお腹が減っちゃってね。すぐ夕食の準備するから。はい、部屋に戻って戻って。待って、昴生君もうちでご飯食べていってよ。あ、昴生君、ちょっと待っ。慌てて行っちゃったね。どうしたのかな。もうお父さんのせいだよ。痛い痛い、のぞみ、お父さんの脇腹をつねらないでくれよ。